明けましておめでとうございます。麻雀遊戯王新年生放送スペシャルのお時間です。よろしくお願いします。クイズ前原さん。何これすごい。何なの。こちらはですね、以前大井プロがゲストで来ていただいたときにクイズ松ヶ瀬さんね、うん、松ヶ瀬プロをですね、題材としたクイズをやったんですけども、そちらの前原さんバージョンという感じになります。ちょっと改めて説明しますと、前原雄大プロ、皆さんご存知でしょうか。聞いたことあります。聞いたことあります。噂言ったら聞いたことあります。いるんですよ。見たことあります。実際するんですよ。前原雄大プロですね、うん、その熟練のベテランプロ雀士でございます、前原雄大プロ。そして M リーガーとしても今現在ですね、一生懸命気を吐いているその前原雄大プロですね、皆さんにとって偉大な先輩であり、しかもライバルになります。そんな前原雄大プロのことを皆さんが理解できないはずがありません。むしろ理解しなければいけません。そうですよね、確かに。まず歴史を知らなければいけません。なぎささんもついてきてください。知らないでしょ、なぎささん。さっきなぎささん、前原さん35歳くらいですよ。前原さん知らない。確かに先輩でもなければ、あのライバルでもなぎさん、確かに。このコーナー、このコーナーだけは、あの、なぎささん占いの力を使って大丈夫です。マジですか。はい、会ったこともないし、はい、顔もちょっと。さっき出てましたよ。そう、ちらっと。一瞬だけ。嘘、はい、全然、はい、なんか、あれ、私、会ったことありますっけね。ないと思います。多分ないんじゃない。多分ないと思います。はい。うん、まあ、そんな前原雄大プロのことをですね、皆さん理解していただこうということで、事前にですね、前原雄大プロに様々なインタビューをしてまいりました。その映像を今から流しますので、前原プロが何と答えたかというのを皆さん予想してお答えください。はい。質問は全部で10問でございます。そして1問正解することに1ポイント差し上げます。おー、でかい。さっきの関係ないね。関係なかった。関係なかったないんですよ。言うて難しいよ、多分。あ、言うて難しいですよね。そうそうそう、1個正解するのもだいぶ難しいと思います。やばい、全然わかんない。皆さん、前原プロとは、あの、進行は終わりですか。まあ、まあ、あの、会えば話しました。それはもう、知り合いでいいんですよ。いや、まあ、ちゃんとよく打ちますよね。一緒にご飯食べたりとか、そういうことはあんまりないですね。あ、なぎささんも若干有利だと思いますか。うん、あ、そっか、うん、私、携帯知らないですもん、だって。そんくらいの関係です、うん、はい、そうです。じゃあみんな同じですね。まあ似たようなもんですよ、ね、うん、多分出てくる問題もコアだと思うから絶対分かんないと思う、うんうん、コアだし、なんかちょっと文学的に言ってくることあんのよ、そういうインタビューとかで。これちょっと多分もう見ないだろうから言うけど、確かに。そうなんかもうね、文学調で言ってくるときあって、その時はもう何言ってるか分かんないの。え、じゃあ答えられないじゃん、やばい。でも今いいヒントですね。もしかしたら文学的に答えを、ね、うん、出してくる可能性がある。じゃあちょっと文学的なやついけば当たりますね。当たるかもしれない。可能性あります。さあ、では早速ですね、問題出していきましょう。まず一つ目の質問はこちらです。じゃあちょっと前原さんに、はい、簡単なインタビューをさせていただきたいです。はい、よろしいですか。はい、はい、すみません。じゃあちょっと質問させていただきます、前原さんの、好きな動物ほらほらもう、さあほらほら、もう今文学モード入ってた。確かに文学的だった。そうそうなのよ、悩んでおりました。思うんだけど、今の前原雄大君、即答しないあたり、はい、本当に好きなのかっていう疑問がすごい出てくる。なるほど、ちょっと何を入れてきてるじゃない。もし好きだったら即答するんじゃないですか。普通はそうだと思うんですよ。確かに前原さん、ところも早く、はい、SNS での人見たことないな、何かを。確かに動物飼ってないよね、多分ね、うん、まあでも私はピンと今来たものありますけど、うん、順番に答えて、あ、そう、順番に答えていただいて、分かった人から少しなくて、分かった人から答えていただいてもいいですけど、あ、そうなんですね、はい、あ、でも分かる分かんないか分かんないですからね。ピンと来たと思うんですね。まあ予想、まあ、じゃあまあ2回のところからいきましょう。あ、いいですか、はいはい、私はウサギかなと思います。ウサギ、はい、なるほど。なんかイメージ的に、イメージ的にウサギですか、うん、はい、ゾウ、ゾウ、まだこれゾウ、はい、俺いいっすか、はい、いや、これは動物っていうかわからないけど恐竜かなっていう。ああ、そういう系で攻めてきそうな。ちょっと意味が分かった。あるかも、恐竜じゃないの。そうでしょ。皆さん、1個挟むの、ふわ
わーっとした陰口で盛り上がるのはふわーっとした陰口です。ちょっと前置き入るんだよね。軽い前置き入ってからこう行くタイプなんで、そう、うん、恐竜か、いやもうこれね、これ S さんで多分入ってるんですよね、おそらく。あ、そうですね、はい、そっか、ちゃんとそういう感じなんですね、多分。はい、私顔しか見てなかったんだよな、すごい、あの四角いというか、一番の悪口を言うかな、ここで。なんだろう、はい、あとコメントのフリップとか用意してくれていただいたんですけど、すいません、もうそんなことも言ってた。確かに10問もあるんだったら、ね、そっちの方が良かったね。なぜかというと、書ききれないような問題もあったりする。その内容によって書ききれなかったりしますよ、文章が長すぎて。あ、そうなんですね、はい、そういう問題もあるんだ。じゃあもう噛んないから猫でいいや。おう、はい、猫、わかりました。例では、象を、ウサギ、恐竜、猫、やっちまった。やっちまった。え、何、分かったの。いや、ちょ、コメントの人がちょっといい子です。ゴジラ、人間って言ってたから、人間あるわ。人間、あ、あるかもしんない。皆さんもですね、あの予想コメントどんどん書いてください、うん、ということで、じゃあ正解いきましょう、はい、こちらです。犬ですか。すげえ、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 クジラ、クジラ思った、ちょっと行くんだ。へー、クジラの方が好きですか。え、うまい。あ、マギサさん、あー、今ダメなんだ。猫だ、猫だった、猫だった、猫でいいやって言っちゃった。犬からクジラにまで発想を飛ばしたんですが、最終的に犬に帰るという、ね、犬かぁ、正解は犬でございました。普通モードか。普通モードだった。なんかこれからもそういう感じでいこうか、うんうん、今も急なね、つかめたかもしれない、裏をかけに行かない方がいいってことですね、うんうん、じゃあこんな感じでどんどん行きましょう、はい、続いてはこちらです。よく使う麻雀用語は、よく使う麻雀用語、マージャン用語。さあ、よく使うマージャン用語ですね。かわいい。かわいらしいですね。すごいかわいい。マージャン用語。かわいい。あ、ドハマり。まさかの渚さんドハマりです。はい、何かな。あ、今ですね、フリップ来た。万能な、あ、はい、スタッフさんからフリップできましたので。はい。フリップでいきましょう。じゃあこれを。はい、回して回しましょう。生放送中に進化する番組のマージャン用語。はい、進化した、はい、いや、結構ね、来てるんだけど、私もリーチとかそういう感じ。これ1ページ目に壊れかけのレディーって書いてある。死ぬほどおもろい。死ぬほどおもろいでしょ。それは何に対してもどの答えになったのか分かんない。何の答えにしろ。何それ。そのまま使っていただいてもいいですか。どっかのタイミングで壊れかけのレディ使っていただいてもいいですか。さあ、ということでございます。マージャン用語です。マージャン用語ですよ。はい、横谷君使ってみましょう。はい、あー、これさっきもね、同じ答え出したんですよ。さっきちょっとリハーサルで、まさかの対面かぶり。あ、対面かぶり。あ、対面、これ対面の可能性ありますね。対面、はい、これリーチ。あ、私もね、はい、もっと大きく書いていいんですよ。チュー、はい、チュー。下すぎる、ね、漢字が苦手なのになんで漢字が書くんですか。確認ですけど、それはユニットバスを全く分かりません。チュン、チュンでいいですか。チュン、チュンでいい。チュン、チュンの縦の方が短い人初めて見た。チュン、チュンです。いや、ありがとうございます。トイメン、トイメン、リーチ、チュンということで。わかりました。じゃあ正解いきましょう。正解はこちらです。ガラリ。難しいわ。ガラクタリーチ、略してガラリーということで、ね、うん、ガラクタリーチすぎるでしょ。ガラクタリーチね、知らない、知らない、知らない。日常生活じゃなくて、マージャン中にとか、マージャンの会話でってことなんですね。そうです、あの、いや、これはもうあの質問を投げかけた後に、うん、マージャンプロが何と答えるか、こちらも想像していないので、うん、答えたものが正解になってしまう。ガラリーね、そういうのね。なるほどね。ガラクタリーチって何だろう。ガラクタリーチ、マヤの特技というか、マヤプロはよくガラクタリーチをされるんですよね。はい、そうだ、大きい手じゃないけど、わかんないとかわいそうだよ。そうだよ。いや、でもこのチューはちょっと、なぎさんだけ1ポイントにしようよ。あ、わかりました、なぎさんだけ1ポイントにしましょう。あげよう、あげよう。いや、いいですよ。
が。成田さん2ポイントシステムです。成田さん2ポイントシステム。その代わりもう一回後で占ってください。あ、なんかごめん。2ポイント。まだないやろ。2ポイントで。2ポイントで占い付き。占い付き。さあ、では続いての質問。こちらです。行ってみたいと思う場所はどこかですか？あります。さあ行ってみたいと思う場所はでありますと答えてます。今即答でありますなんてあるんでしょうね。これは来ました。さあ前原プロの普段の会話から俺ここ行きたいんだなみたいなことをもし言ってたとしたらですね、それを参考にしてきました。これは来たね。俺結構自信あるこれ。ありますわ。マジ、いやこれはマジ今までで一番。やめっかな、やっぱ変えようかな。あ、変えていいですか。変え。じゃあ白鳥プロが先に聞きましょうか。自信があるということで。白鳥プロどこに。変えよう。いいですか。はい、お願いします。宇宙、かっこ大空、宇宙に、宇宙ですって最初答えて、はい、大空に羽ばたきたいんですよね、的なことも1ポイント挟み多分、はい、来るかなと思いました、ね、はい、なるほど、わかりました、宇宙のかっこ大空では、宇宙君はい、はい、高田城あ、お城ですね、夜桜が有名な上越の何なのこれ、マニアックだな、桜みたいな、まだ行きたいところだけど、まいはさんもこういう情緒を大事にするから、なるほど、こういうとこ行きたいな、大事にする、そうね、るあるあるある、あるよね、情緒が大事、じゃあ2回ごとお願いします。僕ね、やばい、やばいね、やばいやばい、生きることを放棄してしまってるんだね、地獄の門番じゃないですか。天国に憧れて、地獄の門番だからと言われてるからこそ天国に行ってみたい。あるある、最初は真面目じゃないですけど、はい、ちゃんとディズニーシーって結構いいや、違うな、はい、違う、天国だと。わかりました、じゃあ渚さんお願いします。ゆふい、ゆふいあるある、いいんだ、違うけど、違うけど、ゆふいある、なんで漢字に果敢にチャレンジするんだろう。じゃあもう、日本が地名だからちゃんと漢字だから、あとみんなインに注目しますけど、ゆの下の数もちょっと怪しいですからね。本当はなんか怪しい。いや、だい、はい、わかんないけど、はい、大丈夫です。わかんないけど、ちょっと切り気味だったんで。なんとなく追ってた声を出してる火星人じゃないですよね、そういうっていう。いや、でも湯布院ある。湯布院。湯布院。大分かな、あるかも。そう、行きたいですよ。じゃあ、G 違う。G 違うからな。湯布院行きたくて。湯布院って言うことだよね。わかった。あの、海に浮かんでる、なんか砦があるところが。多分行きたいとこ、海に浮かぶ砦があるとこ、分かる、道引きで行けなくなる、はいはい、あ、そうそう、行けなくなるやつ、なんそういうとこ好きそう、前原さん、なんか、はい、万里の頂上的な、そうそうそう、名前の全然海違う、全然海全然海、さあ、じゃあ正解見てみましょう、正解はこちらです、どうぞ。絶対宇宙だな、これは自信あるよ、そう、ギザのもの、ピラミッド、残念、残念、ギザって何、ギザって残念、ギザピラミッド、ピラミッド、しかもギザのピラミッド、ギザって何、ギザってどこだよ、ギザカワイエスのギザでしょ、エジプトギザカワイエスのギザじゃないじゃん、違うギザカワイエスのギザじゃないじゃん、超可愛いピラミッドだけど、ギザギザのピラミッドでないでしょ、ギザという場所にあるピラミッド、エジプトじゃないとこにもピラミッドあるんですか、エジプトですね、エジプトのピラミッド何個かある、ギザミッドって違うんだな、でもなんか方向性としては方向性としては皆さんあったユーフィンがいますね、その辺じゃないってことですね、そっか、さあどんどん行きましょう、海外行っちゃうんだ、さあ4つ目はこちらです、どうぞ。自分の直したいところがね、いただきました、自分の直したいところ、前原君の直したいところはどこでしょうか、分かんないよ、だってこの人知らないし、4問目で言い出しましたね、ついに、でも、もう外見から想像しかないんだけど、外見、自信がない、では、まあ、大谷プロが書き終わってくる大谷プロからいきましょう、お願いします。体力がない、体力がない、うん、なるほど、なんかよく結構、体のことについて結構よく発言されてるんで、はい、分かんないですよ、まあまあ、ちょっと最近体力がなくなってきたなっていうことですね、うん、はい、二階のプロも、はい、あ、じゃあ二階のプロ、これね、よく言ってるんですよ、はい、前原さんが、はい、昇進もで、よく言ってるんで、うん、はい、多分分かりますけど、はい、はい、なるほど、なるほど、はい、では、白鳥プロ行きましょう、はい、僕は、喋り、滑舌、滑舌、滑舌、なるほど、滑舌ですね、確かに、ちょっと可愛らしい感じ、そうですね、はい、それはよく言うとそんな感じです、はい、よく言わせて、MC だからよく言わせてください、そして渚さん、行きましょう、メガネ
自分の直したいところでメガネの度数ってこと、ね、目が良くなりたい的な。え、メガネ、メガネちょっとダサかったってことですか。撮った人に変えたいって、はい、直したいそういうないんだね。そうですね、初めて内面じゃないところを出してきた。わかりました。では行きましょう。正解はこちらです。ラフ君のところです。ダサくてダサくて全然見えないな。まあ電車だと必ず止まんないから、最後あーそうですか。あーめっちゃ面白いな、OL さんみたいなところが。はい、はい、そうです。かわいい。かわいい。いや、ちょっと甘かった。なるべく改札の時にスイカをスッと出したいっていう、ね。基調面ではないってことですね。そうですね。はい。ガサツだというところを直したいということで。頑張ってね。スイカケースを上げたい。なんで今のところ4問終わって難しいですね、皆さん。難しいよ。いや、今日のでも、はい、このインタビューに対する寄せ方が分かったんで。あ、この傾向が。傾向が。わかりました。じゃあ、続きましてこちら行きましょう。5問目。こちらです、どうぞ。まばたきを。期待はまたき結果。さあ、さあ、来ました。まばたきを一回もしないで何秒我慢できますか。3、2、1、9で始まってます。こちらはジャストじゃなくてもいいです。近日で一番短かった人に1ポイント。じゃあ1ポイントかな。はい、1ポイント。で、もしジャストいけたら、2ポイント。2ポイント。はい、じゃあ内臓は4ポイントですね。内臓は4ポイント。いいですか。はい、すいません、なんか。さあ、マーハルプロのノーまばたきチャレンジです。あれ、秒って視聴者の方はですね、5秒とか6秒とか、ね、数字だけじゃなくて、はい、秒も書く、ね。さあ、皆さん書けましたでしょうか。では、まあ、ボタンプロからいきましょう。ボタンプロお願いします。みんな一斉でよくないですか。あ、じゃあ一斉にしましょう。はい、一斉にお願いします。せーの、どうぞ。14秒、3秒、14秒、7秒、あー、刻みますね。刻みますね。でも、8秒ならなかった、アイキさんの勝ち。あ、そう、確かに。だけど俺無難なとこ行ってるから、俺も結構これ一番近い。いや、私は短かった時には勝とうと思って、うん、3秒ね、3秒、15秒以上であれば二階堂プロが1ポイントですね、うん、で、2秒以下であればすぐまばたきしちゃったら大谷プロ、うん、5秒は5秒だと、5秒だと、あ、じゃあ5秒だった場合は大谷プロと、シャトル両方ポイントにしましょう。で、あと12秒、11秒とかあったら、渚さんになるということで、はい、分かりました。では、正解を見てみましょう。ノーマバタッキーチャレンジ、こちらです。意外と短かったですね。3、2、1、9。さあ、始まりました。あ、ダメ、何秒かだ、あ、ダメ、何秒、何秒かだ、投げ。さあ、投げ終わりました。すげえじゃん、ガチじゃん。さあ、ええ、すごい、え、マジすごくない、え、どういうこと、この人いる、え、すごい、え、はい、すげー、なんだこれ、調子悪い、調子悪い、だから男で正解は調子悪くて1分中になるんですね。何これ、すごすぎる、長っ、よかったですね、はい、微動だにしないじゃないですか。途中、やば、途中静止画かと思いました。動いてます、わー、動いてます、すごい、はい、正解は67秒ということで、2回のところ1ポイント、すげー、やめですよ、皆さん、前原君も見くびらないでくださ い, 急 に, い、ね、急に聞かれたら、なんか、えみたいな感じになっちゃうかなってちょっと思ったんですよ。できない、できない、できない、しかも調子悪いなってことは、普段やってるってこと。確かにやってるんだ、ニコワップ行って調子いいな、これの今回これですからね。ということで、じゃあ続いてのスイーツ、こちらです。最近、一番頭に来たこと。さあ、最近一番頭に来たことでございます。さあ、では正解を一つ見ていきたいと思います。どんな時に一番頭に来たか、渡辺さん。これは分かんないけど、これ、はい、自分が入る局面じゃないところで仕掛けてしまった。なるほど。いや、自分で入ったこと。でもちょっと前原さんと漫画の話した時にこの話をしてたから、はい、なるほど、そう、結構前原さん自分たち厳しいんで、はい、こういうところでちょっと自分たち頭に来たみたいな。なるほど、感じをしている、ね、ありがとうございます。真面目です。はい、で、2回でお願いします。ひさちゃんと喧嘩した。もう頭にしちゃった。頭にしちゃった。頭にしちゃったんですね。なるほど。いや、シアトルプロお願いします。はい、
これはちょっと文学的な方で、はい、自分自身の麻雀にと思ったんですけど、はい、ちょっとこれこっちの方がありそうですね。ただ自分自身の麻雀に払って、でもさ、はい、私みたいにこうちゃんと書いてない、そうなんかアバウトだよね。いやいやいや、これアバウトに来ると思う。アバウトに来る、逆に逆にアバウトに来ると思う。カッチリこれで、そうカッチリ来ないと思う。なるほど、じゃあ具体的だとしたらウータニプラ、そう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 、だとしたら違うと思います。そうそう、わかりました。では大佐さん行きましょう。自販機が、自販機が冷たい、冷たい飲み物飲もうと思って、そう、あったかいコーヒーを飲もうと思ったら冷たかった。マジオコ、マジオコ、マジオコ、マジオコやってみてください。あ、前原さんすごいじゃん。そこまで完璧だったら10ポイントです。はい、視聴者の皆様、いち早く自販機の木の文字を忘れてください。それでは正解を言いましょう。正解はこちらです。コースの文字が、あ、マジで来た、あ、うん、はい、来た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 。おお、感情的になることはないんで、まあ、あげてよかったって言ったら、自分の弱さみたいなのは、あっという間に行くんだったら。え、これ後ろ？さあ、それではですね、麻雀に腹が立つ、で、これはどっちかというと全体的なアバウトなことだと思う。でしょ？で、これは白鳥プロに行くんですね。あ、すごい！素晴らしい。ほぼ同じプロも正解だったと思うんですけども、近日、近日というか、より近かったということで。来たね、入ったね、これはこれは文学スイッチ入ったね。その質問で入りました、入りました。わかりました。じゃあその流れで続いての質問こちらです。かっこいいと思うこれはもうさあこれもかっこいいと思う。かわいそうな皆さんが、こちらですね、フリップではなくて、せーので皆さんポーズを取ってください。はい、皆さん、あの正解を思い浮かべるまでは待ちます。もう大丈夫です。もう大丈夫です。大丈夫ですか？はい。はい。準備が良ければ。はい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 、じゃあ、前原プロが考えたかっこいいポーズを皆さんやってください。3、2、1、どうぞ。なるほど、なるほど。これは、あれです。前原プロが所属している。そうなの？そうなんです。これね、実はね、サービス問題だったんです。サービス問題だったんですよ。前原プロが所属しているところなら、コナミ。ですね、コナミのチームのポーズがこれ、うん、これなんです。はい、そうなんだ。その中、渚さんだけ、うん、バンタンみたいな。世代で考えたらこっちの可能性もありますが。確かに。まあ、これさすがにサービス問題でしたね。うん、はい、じゃあ正解見てみましょう。正解はこちらです。好みのポーズが出てこなかったかもしれない。残念。はい。やねー。クショ。そうですね。はい。あのエブリーブルーの一番最初に写真を撮った時にこのポーズ。あー、そういうことだったのか。外しちゃったなー。残念。惜しかったね。惜しかった。惜しかった。うちらよりは、うちらよりは。これは渚さんが一番惜しかった。その右手を下げていれば正解でした。右手が上がってたのがね。はい、残念でしたけど。はい、ありがとうございました。では続いての問題いきましょう。こちらです。小学校の頃のあだ名は何だろう。ありました。小学校の頃のあだ名は何でしょうかという問題でございます。さっきのポーズの問題の不正解がショックすぎて全員が真剣に考えましたなということで、じゃあかけた方から出していきましょう。あ、今回なぎさんかさん、あ、まだ書いてない。じゃあ、うたりくんからいきましょう。はい、うたりくんお願いします。まー、あ、ちゃん。まー、あ、ちゃん、あ、かわいい。まー、あ、ちゃん。まー、あ、ちゃん。はい、小学校でも、なんでも、いや、小学校もまだ当たるわさ。その頃からもまーちゃんが好きだった。まーちゃん好きのまーちゃん。もっと本当は違うのにしようと思ったんですけど、ちょっと当てに行きました。わかりました、まー、あ、ちゃん。当てに行って変えました、途中から、はい、ちょっと雰囲気を。では、2回でも、うん、私、あの普通にガチに答えますけど。ガチお願いします。ひでちゃん。ひでちゃん。なんで、なんでひでちゃん、なんでひでちゃんなのかは聞かないときますね。聞かないときますね。ひでちゃん答えに行きましたけど、ひでちゃんです。ひでちゃん、ありがとうございます。ひで
ちゃん。さあ、じゃあ白鳥プロ行きましょう。さすがに、ヒデちゃん、ひよく、まえちゃん。まえちゃん。ヒデちゃんか、まえちゃんかで、まえちゃんですね。まえちゃんにしました。そして、このルールを知らなかった渚さんの答えが、ゆうちゃんゆうちゃん。なるほど。違うのかな、はい、うまいこと悩んだ。はい、わかりました。じゃあこれはね、まーちゃん、ひでちゃん、まえちゃん、ゆうちゃんですね、うん、さあ、じゃあこれで正解見てみましょう。どうぞ。まえちゃん、まえちゃん、まえちゃん、まえちゃんか。白鳥プロ、インポイントです。おめでとうございます。ひよった結果、ひよった結果ですね。もういいんじゃないですか、もう前原さんマスターってことね。友達。大シールだ。あと3問。なるほど、前原王は白鳥プロですけども、前原王すごい、2問か、めくったらカオスな文字が出てきた。これ絶対渚さんが書いたんですよ。なんだそれ。それは渚さんが書いた去年を総括して一文字書いてくださいって言ったら、上昇の章ですということで、その漢字が書いてました。上昇の章だと思ったんですけど、漢字が分からなくて、登るっていう字と白鳥プロの章を合体させて、それだと漢字のバランスが悪いんで、信用を添えたっていう。添えた、バランスを整えたんですよ。気になる方はぜひ動画を見てください。はい、さあでは、続いて9問目でしょうか。9問目いきましょう。こちらです。驚いた時に、なんて言いますか。表現とさあ、驚いた時になんて言うかということでございます。さあ、驚いた時に、さあ、なんて言うでしょうか。あ、もう書きました。はい。じゃあ、2回でどう書いて。いいですか。はい。わー、びっくりした。ああ、わー、びっくりした。そうですね。これは文化的に行きましたし。文化的に、あ、じゃあ、歌にこれお願いします。文化的に行った。僕は驚くことは、なんかそれ確かに言いそう、はい、さっきもそんな感じでしたもんね、うんうん、驚かないんだよなっていうことですね、うん、はい、じゃあ渚さん行きましょうか、はい、お逆にこれは普通にびっくりしたってことですね。おっと、おっと、おっ、はい、では白鳥プロお願いします。すげえな。この年になるとね、驚くという感情があまりなくなってくるんですよ。でも強いて言えばびっくりしたかな。いいぞ、いいぞ。今の前行きを入れてのびっくりしたかな。なんでかぶらせて、しかもさ、ちょっと上手い感じにしてた。いやこれはだって言いそうでしょ。言いそう、すごい。着々と前腹を抜けて近づいてる、近づいてきてるな。じゃあ正解見てみましょう。正解こちらです。あ、そういうことか。驚いてない。あ、そういうことか。あ、そういうことか。そういうことか。これこそ文学ですよね。だから一回驚いたの飲み込んだんですよ。驚いたの飲み込んで理解した結果出てきた言葉、あ、そういうことか。これこそ言いそう。なるほどね。やっぱり。なるほどね。そう、なるほどねとかかもと思った。なるほどねとか近いですね。あ、そういうことかっていうんですね。はいはい。皆さん、今度ですね、思いっきり前原プロを驚かせてあげて。そしたら、そういうことか。わーって言って、わーって、わーって、やると思います。はい、さあ、では続いての質問いきましょう。続いての質問こちらです。皆さん、ちょっと音声が聞こえます。10回言ってみてください。長い、鼻の長い動物は。さあ、なんて答えましょう。はい、みりん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 、鼻の長い動物はと聞きました。これは要は引っかかるか引っかからないか別次元かという考え方になると思います。なるほど、別次元行かれるともうどうしてもいいんですかね。でも皆さん、やっぱ傾向を掴んでるので、どちらかというと。マジっすか。これはね、ちょっと自信ある。じゃあ、自信のある大谷プロからいきましょう。はい、お願いします。恐竜。ここで多分、はい、多分、そうなんと、ここで回収しに来るわけですね。キリンとかじゃなく、さっきのあの恐竜からの恐竜でもう一回来るような気がします。なるほど、わかりました。では、2回のところいきましょう。僕は、引っかからない。引っかからない、ないのですね。ゾウ、ちゃんとゾウ。では、白鳥プロ。僕も引っかからないなんですけど、ゾウですねって言うと思う。ドヤ顔で。ドヤ顔で、ゾウですね。で、柳澤さん行きましょう。あ、ゾウ。ちょっとつまずく。ちょっとつまずくってことね。どうしよう、ゾウだけは嫌だ。ゾウだけは言わないでほしい。
この魚谷プロゾーに意外っていう前原プロゾーなんですか。そうじゃなくてゾーって言ったら私だけゼロポイントで終わるんですよ。もしそうです、もしゾーだった場合皆さん、あの魚谷プロ以外の皆さんは1ポイントずつ最後で、あで渚さんに関しては2ポイントがあります。そう、あそうこれ変えてもいいですか。変えてもいいです。確かにあのコメントでここで恐竜を回収するって言われてました。あ、待って、欲しい。はい、これだ、ダッツ運動。ダッツ運動、あ、こぼれてすごい、すごいこぼれて、なになになに、わかりました。鼻長い、あ、あー、犬が好き、うん、あ、これ、ちょっといけるかもしれない。正解はこちらです。ゾウ、ゾウ、すごい、よかった、すいません、いないやん、あの勝手にあの大手番組の感じにするのよ。ガクトさんが異様に強いあの番組にするのよ。もう普通の権利ないかなと思って。大丈夫ですか。マージャンの動向じゃないですか。マージャンプロを知ってましたよ。ということで2回のプロ、白鳥プロ、渚さん、それぞれポイントが入ります。やったー。ということで全部終えまして、今のところトータルで2回のプロ3ポイント、白鳥プロ3ポイント、内さんが2ポイント、ロータリープロ0ポイントということで、ロータリープロ頑張ってくださいという結果でございました。さあということで皆さん、前原プロに関していろいろと知れたんじゃないでしょうか。うん、知れました。よかった。やった。はい、うん、おー、冷静。心の動かないやつだ。私のネタに。あ、お願いします。はい、視聴者の皆さんもですね、ぜひこういったことから前原プロを知ってください。ということで、以上クイズ前原さんでした。